vapor, feeling my rhythm in the bounce, in the bounce, in the...一戦一戦でどん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 こう変わっていってるなっていうのはすごい印象で、その日その第一戦でこう戦ってやっとこう見えるっていうか、なんか展開がすごいこういろいろ変わっていってるなっていうのはすごいありますね。やっぱり人間なんで上がっていってる時もあるし下がっていってる時もあるんで、まあ経験積んでるんでやっぱ知ってるんで、常にそこのマインドにはすぐ持っていけるんで、いい雰囲気にはすぐなれます。ラウンド1がスイープで勝たせていただいたっていうのもあって、ラウンド1まではみんな張り詰めてたんですけど、あ、このやり方でいいんだってすごい納得してラウンド2に挑んで、だけどラウンド2が負けてしまって、正直結果に納得は全然いってないので、いや私たちはこのままでいこうっていう感じだったので、そのまま貫いてラウンド3行ったので、ラウンド3ではスイープできやんくて一番悔しかったなって思ったんですけど、やっぱチームの雰囲気的には全然いいので、ずっと突き進んでる感じでモノリスは踊ってます。もう誰が相手でも、まあ、ルクスの、まあ、自分らの最高の作品でお客さんジャッジをこう魅了するっていうのも常に意識してるんで、相手は誰だからっていう風な感じであんまり意識はしてないですね。全くまた新しい世界観なんで、もう見た瞬間からこう世界観に引き込まれていくと思うんで、まあ、楽しんで見ていただきたいなと思いますね。だから本当にもう体と耳とこう目でシンプルに楽しみながら見てください。ファンの皆様、セガサのイルクスいつも応援ありがとうございます。本当に皆さんの応援のおかげで力をもらって、ね、僕らもいいパフォーマンスできているので、このまま引き続き、第4戦も最後の作品ご用意 しますので、ぜひとも楽しみに、あと応援引き続きよろしくお願いします。それではいきます。セガサミールックスレッツゴー。今の順位的にすごい3位と4位で並んでるので、ここで一丁引き離しておこうみたいな気持ちで待ち望んでます。オイラの恋路っていう、そのオイラの恋愛がテーマになってるので、僕がメインで踊らせていただくんですけど、その中でもすごい恋をする相手だとか恋の内情だとか恋愛の最終的な結末だとかっていうストーリーと、小道具、大道具、衣装たくさん盛りだくさんになってるので、そういう点にいろいろ踏まえて見ていただければ嬉しいなと思います。今回のテーマは花魁の恋路ということで、僕がメインを張らせていただくんですけど、圧倒的な世界観で飲み込んでいくので、とくとご覧ください。